読ませてくれ。壁の穴、あ、これ下に繋がってる。このスクロールバーはなんだろう。ここに何か書こうとしたのかな。ね、何の意味がこのスクロールバー。まあいいや。壁の穴、私の仕業じゃない。ほら、補修材がこっちに突き出しているもの。口うるさい隣人が、鬱憤の溜まった彼氏が、見当もつかない。私は家にいなかったし、手がかりを求めは中を覗く。しまった、何も見えない。日にさらされたフィルムのように目がくらみ、後ずさる。うん、だが手遅れだった。網膜にはすでに無意味な情景が焼き付いて離れない。ただの小さい穴、明るすぎたわけではない、深すぎたのだ。全てに永遠に続いている無限の選択肢を持つ穴。私は中を覗いてのいなかった。外を覗いていた。そして彼が向こう側から中を覗いていた。うん、壁の穴。網膜にはすでに無意味な情景が焼き付いて離れない。ただの小さい穴。よくさ、太陽を見上げてさ、目を閉じるとさ、あの太陽のさ、点がさ、目の中に残るじゃん。ね。太陽の丸がさ、目の中にこうさ、穴みたいな感じでさ、映るじゃん。目閉じると。あんな感じに、ね、思ったんだけど、やっぱこれ壁なのかなって感じ。うん。無限の選択肢を、持つ穴。中が覗いてたのいなかった。外を覗いていた。そして彼が向こう側から中を覗いて、これ太陽のことじゃない？ね、モニカは太陽を見て、外の太陽を見てて、彼が太陽なんじゃない？彼が太陽のこと。太陽が向こう側から中を覗いてみてる。まさに日差しのごとく。うん。そうだよ。やっぱ、あ、そこ太陽なんじゃない？ね。なるほど、なるほど。それを、あー。へー。最初は壁の穴を見て、誰かがさ、イライラしてさ、なんか壁に穴開けたのかと思いきや、それは違う。自分の目の中にある、自分の 目の中に映り込んだあの太陽だったのだってことかな。やばい、俺はそう解釈しちゃったけど、モニカはどういう意識で、意図で描いたんだろうね。ちょっとこれプリントスクリーンしよう。OKOK、 よし。じゃあ、詩を見ながらモニカの感想を聞こう。俺は太陽だと解釈したが、うん。どうかしら。とても自由な書き方はとても言えばいいのかな。うん。確かに、改行気にせず、ね、結構口語体で書いてるよね。うん。口語体の詩。うん。モニカにしては結構、ね、感情表現するさ、エクスクラメーションマークも入れちゃったりしてさ、ね。自由に書いてる感じ。すまん、感想、そうだね、どう伝えていいか。こういう書き方よく見かけるようになったのよ。うん。言葉や行の間のタイミングを強調する詩が増えてきているわけね。声に出して読み上げるととても力強いよ。うん。しまった、何も見えない。気にさらされたフィルムのように目がくるのに後ずさる。しまったとかね。うん、力強いわ。影響受けた。どう表現したらいいのかわからないけど、最近ちょっと悟りがあったとでも言えばいいのかしら。悟りを開いた、高校生にして。ああ、そう、悟り、そんな感じ。まだそういう深い話をするにはちょっと緊張しているから、みんながもっと仲良くなってからね。ああ、そうなんだ、なるほど。それより本日のモニカちゃんの執筆アドバイス、ああ、ありがとうございます。詩や物語を書いている最中につい細部にまで執着しちゃうかもしれないけど、完璧に仕上げることにこだわってしまっていては全然先に進まないわ。とりあえず紙に書いてから後で片付ければいいのよ。これについてもう一つ考えがあるわ。ずっと同じ場所にペンを構えていてもできるのはただの大きなインクの溜まりだけ。とにかく手を動かして流れに乗ろう。以上、本日のアドバイスでした。書けと、とにかく。ね。いっぱい書けと。うん。なんか、手を止めるなってことかな。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。俺も頭下げちゃった今。うん。終わった。なかなか密度の濃い時間だった。全員だね。モニカの詩について聞けなかったな。俺の文章力の平凡さ、査定されているかのような。いいように言ってくれてたとしても、俺の詩がみんなに出来届くはずがないのだ。俺の詩は何だったんだろうか。見たいな。俺が首を突っ込んだこういう場所だったようだ。部屋の向こうではさゆりとモニカは楽しそうなおしゃべりをしている。ゆいと夏希に目をやる。そろそろと髪を交換してそれぞれの詩を見せている。
並んで詩を読みながら二人の表情が変わっていく様子が見て取れる。夏樹は苛立ったように眉間にシワを寄せる。一方ユリは悲しそうに微笑む。なんだよこれ言い回し。え？あの何か言いましたか？いやなんでもないよ。そっけなく片手で机の上に置いた。おい雑に扱うんじゃない他人の詩を。洒落た感じな。あ褒め言葉だった、うん、ありがとうございます。あなたのは可愛いですね。可愛い？まさか何を象徴してるか何も気づかなかったってわけ？どう見たって諦めの心情についてでしょ。諦めの心情だったんだ。ああそうなんだ。俺はもっとこう、あでも諦めに近いか、ね、うん、いやでもまあもうちょっと世の平等を歌ったような詩に見えたかな。分かってます。私が言いたいのは言葉選びとか気の利いたこと言えたらよかったんですけど、気の利いたこと言うのはそんなに苦労する作品だっていうのね。うがった見方をするのは夏樹は結構でも気なんて全然聞いてなかったわ。いくつか提案したいことがあるのですが、詩を気に入ってくれた人の提案は聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし。いや気に入ってるんじゃない？言葉がちょっと選びづらいってだけで、夏樹もちょっとゾーンに入らないと、うんね、さっきみたいに饒舌に語る、あ違う、ユリもね、ゾーンに入れば、俺に語ってくれた時みたいな状態になればね、話せると思うんだけど、俺じゃないんだ。あ、俺もいた。そもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すみません、せっかくなんですが、この文体を確立する前、私は長い時間をかけてきたんです。心を強がす何かに出会わない限りしばらくこのまま変わらないと思います。そういうものにはまだ出会えていないのですけどね。おお、拒絶の壁が。塩さん、私も詩も聞いてくださったみたいですよ。感動したとまで言ってくださいましたし、なんだこのマウント合戦みたいなの。あ、どうした？何よ。やべ、無謀はまずいですよ。ゆりては侵入ウィンドウを近づきになりたくて必死だったなんて気がつかなかったわ。そういうわけで。あなただって。あなただって塩さんがあれで私のアドバイス尊重したことに嫉妬してるじゃないですか。あ、そうやって私のアドバイスありがたがってるってわかる。なんでわかる？どうやって私のアドバイスありがたがってるってわかるのよ。調子に乗りすぎなんじゃないの？私は違う。私が調子に乗っていたのなら、私だってわざとらしくぶりっこしてますよ。図星を疲れている。あ、みんな大丈夫？ああ、飛んでっちゃったよ。大丈夫って言って向こう行っちゃったよ。大丈夫じゃないことが瞬時に分かったか、さより。潮が入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどっち？何それ？もう寄せてあげるブラをしてるってこと？ゆりちゃん。なつきちゃん。それはちょっと、やっぱり、なつき気にしてるんだね。うん。部外者、黙っててください。喧嘩はダメだよ、みんな。うん。いるけど、近くにね。この子、私の印象を悪くしようとしてるだけなんです。そっちが始めたんでしょうが。もし、ゆりが偏屈な態度を改めて、素直な文が一番効果的だって受け入れていれば、社長がこんなことにならなかったのよ。なんであんたいつも意味のなくややこしい文章にしちゃうのよ。趣旨ってのは考察されるものじゃなくて、読者の方で飛び込むようなものであるべきなの。塩もゆりに説明してあげて、なんて言ったらいいのか。私たちの言葉は表現豊かで奥深いものが多いのに理由があるんですよ。入り組んだ感じは意味合いを伝えるのはそれしか方法がないから、いろいろなね、意味は同じでも、その言葉や文字によってね、伝える印象は違いますからね。ね。せっかくのそれを避けてしまうなんて、不必要に言葉を縛るところが無駄にしています。あなたもそう思いますよね、塩さん。そうね。どっちかで俺が賛成したらきっとその子から評価されるはずだ。ああ、これはひょっとして選択肢が出るんじゃないか。これはどうしましょう。どうしようね。モニカいないんだね、ここね。やはり3人の誰かを攻略してからモニカか。夏樹かな。夏樹にしようかな。助けてさよりとさより言っちゃうんだろうな。夏樹にしようかな。まず夏樹行こうか。夏樹、いやちょっと待って。
ちょっとセーブするわ。ちょっとトイレ行ってくる。はい、そうですね。やっぱ、夏木かな？うん。夏木にしようかな。うん。夏木で。ゆり、どういうこと？お前は確かにさ、才能がある。うん。そう。だけど、夏木のことも一理ある。うん。俺が、両方を立てるってことね。頭を振り返って言葉を紡ごうとする。短い言葉で感情を伝えることだって、十分印象的になりうる。そうすることで読み手の想像力に委ねるんだ。夏木の詩はその点では見事な出来栄えだ。そうよ、そうでしょ。やったー。ざまあ皆さん、言い過ぎだって思う。短い文章で表現する力は確かに夏木あるんだけど、短い文章をそうやって使うんじゃない。それぐらいにしとけ。私ゆりが意地悪してきたのよ。半泣きで声を上げる。俺たちが昨日言っていたことはまといていたんだ。執筆というのは本当に個人的なことで、それを共有し合うことは間違いなく難しいと言える。俺たちは今日そんな教訓を得たんだ。ちょっとした批判で向きになってしまってしまいかねない。自分の肩越しにちらりと後ろを見る。さよりがうなずいている。だからそのお前はその怯えなくてもいいんじゃないかな。そうね、もっと見て見てっていう感じでね、なれるように頑張ろう。夏希は意外そうな声を出す。教えてくれてありがとう。うん。あら、ちょけた様子で俺を見る。そのまま自分で余計に罪悪感を感じてしまう。人を聞いたわけじゃないと思うぞ。まあ怯えなくて大丈夫。あなたがそういうのでしたら。どうした夏希。だって夏木、謝るの苦手でしょ。私はジロジロ見ないでくれる。罰が悪そう。うん、まあ自分もちょっと罪悪感感じてるんだろうな。とにかくあなたの胸のことに関しては何でもないわ。分かった、それだけよ。そっちか。ゆりちゃん元から綺麗だよ。 お茶を入れてきますね。うん、大丈夫かな。まあ問題ないか。お前は出すタイミングが悪い。さより、もうちょっと違うタイミングで違う言葉を出してくれ。船が悪い。今泥船だって。今沈んじゃったよもう。うん、まあゆりがお茶を入れに行ったから大丈夫かな。うん、おしまいにして。水太鼓できたね。うん、価値のあるゴロミとなったならいいな。特に塩くんにね。実は今まではちょっと伸びすぎちゃってるから、ペースを変えるにはちょうどよかったの。入部したてで雰囲気ぶちかしになっちゃったせいだな。そんなことない。帰りの時間までまだまだ余裕があるみたいね。ちょっと休憩しましょう。部室内でおしゃべりしながら文学関連のこともやるから、読書や物書きに触れるいい機会になると思うわ。うん、じゃあ詩のスキルが上がるってことかな。それは違うよモニカちゃん。どのあたりが一番大事なことは。それじゃないよ。一番大事なのは楽しむこと。うん、いい部活やんけ。モニカが正しい。文芸部所属するから俺も何もしないわけにはいかない。やっぱり。うん、まあゆいからもらった本もあるしね。夏希からもらった漫画もある。いろいろできることあるぞ。よしみんな、時間のようね。使用交換してみてどうだった。うん、もうじゃ毎日はきついな。週1ぐらいがいいなって感じ。うん、しおくんはどうだった。うん、詩なんて書かないもんなね。うん、年齢を重ねれば重ねるほど友達と詩なんて交換しないって感じするもん。うん、こういう学生のうちにやっときたかったなって感じがする、今思うと。明日もやんの。あ、そうね。インスピレーション入れてまた、また書くか。うん。やっぱ俺の詩は出ないんだね、これね。うん。うん。自分が選んだワードを、次は自分が選んだワードをさ、こう並べてみてさ、ね、並べてみて、すげえな、すげえワード選んじゃったなとか、ちょっと物思いにふけろうかなね。泡ホップとかさ、ね。これどういう詩だよって感じだよね。うん。
俺が選んだあの20個のワード。次ワード選ぶときはちょっとメモに取っとこうかな。俺は考える。みんながどういう系統の人が好みなのか少し分かってきた。運が良ければ気になる人が感銘を受けてくれるようなものが作れるかもしれない。新たな決意を抱きつつ俺はうなずいた。ああ、どうしたさより、一緒に帰る。よし帰るか。うん、さっきのことなんだけどさ。ああ、あれか、ゆりとなつきの喧嘩。うん、よくあるの。まあ明らかに異性である俺が入ったからだよな。私も初めて見た。ほんと素敵な子だよ。嫌いなんかなってないよね。うん、そんなことはないな。お前の意見を聞いてみたかっただけ。お前と馬が合いそうだってのは分かるんだ。うん、どうした。仕事と一緒に部活できて嬉しい。みんなと打ち解けてく塩を見てるのは私の一番の幸せなの。みんな塩のことはすっごく好きなんだもん。うん、どういう好きよ。あー、さよりは憎めないの、読めないの。毎日がどんどん楽しくなっちゃいそう。未だにさよりは俺がどういう状況を置かれて理解しないようだ。みんなと親交を深めることはいいのだが、本当にそこで止めてしまっていいのだろうか。この先何が待ち構えているか見物だな、さより。俺はさよりの肩をポンと叩いた。自分自身に放った言葉だが、時にさよりは独り言の相手として役に立つ。それじゃあ、頑張るぞ。すげえ、一日ですごい前向きになったな、俺。あ、で、またこれ？これでまたワードを選んでいくってことね。うん。ヒストリーってなんだろうか。ここで見れるのか。なるほど、なるほど。あ、でもこのヒストリーを押せば自分が選んだワードがわかるのかな。ね。何選ぼうかな。昨日選んだワードがあるね。どうしよう、違うワード選んで。でも多分あれだよね、どのワードで誰が喜ぶか分かるよね、これね。うん、休日を選ぶと夏希が喜ぶし、夏希だっけ。うん、だから分かるよね。うん、ふわふわ。悩むね、これちょっと悩ましてくれ。よし、ちょっとじゃあ今回はワードを手元の紙に書きながらやっていこう。うん、どうしようかな。まあせっかくなんで、最初詩作った時に結構好みが似通った夏木の好感度上げていく感じいこうかなと思いますが、となるとですね、夏木子犬好き、晴れはさよりっぽいよな。この中で夏木っぽいのはふんぬ。ちょっとすぐ怒っちゃったことか。今こう顔がちょっと怒っちゃってるし、ふんぬのゆり。ふんぬはゆりちゃん。あ、次、最後。じゃあね、花かな。花はでもさよりっぽいよな。メロディー、アイ、ジャンプ。ジャンプもさよりっぽい。ホップは誰だったんだっけな。ジャンプ選んでみるか。ジャンプさよりかな。あ、夏希だ。ジャンプ夏希だ。よし。で、俺が選んだワードはですね、まずですね、休日、結婚、夏、特別、可愛い、ぴょんぴょん、平和、ネバネバ、ファンタジー、かじる、キャンディー、パフェ、チョコレート、快楽、滝、休暇、活発、幸運、ふんぬ、ジャンプ。なるほど。どういう詩を作るの、これから。ここからね。うん、休日休暇ひとまとめにしていいとして、滝と快楽ってお前ね。ネバネバファンタジーね、平和ネバネバファンタジー、夏、フンヌジャンプ、活発、休暇、夏、快楽。ネバネバしかちょっとなんか全然しっくりこないな、俺の中で。ここ数日いくらかこの場所も居心地が良くなってきたように思う。部室に入るといつもの光景を俺で迎えてくれる。あ、しよう。ああ、さより。おっすおっす。よう、さより。ご機嫌だね。あ、ご機嫌だわ。なんかいいことあった？まだしようが部活にいるのが新鮮でね。ああ、まあいつ辞めるかもわからんからな、一応な。
まあもうすっかり部員って感じだからな。もう昨日も詩作ったしな、うん、ね、詩人よ詩人。うん、お前いつもそんな感じだよな。それはそうと、なんだかお腹空いてきちゃった。ああそうなの。お菓子、お菓子買いに行くの。まあ部活の時間とか決まってないのかな。放課後ダラダラ集合するみたいな感じなのかな。まあモニカが許すんだ。まあ副部長だしね、さよりね。まあいいんじゃない、行こうか。外のコンビニでも行く。購買はやってないんじゃない、放課後は。もう閉まってんじゃないか。あ、遠慮しとくんだお前。こういう時行かないとね。こういう時行くのがこういうゲームの主人公って感じかと思ったんだ。断るとは意外らしくないよ。理由はいくつかある。さより財布の中身見せてくれないか。え、さよりお前もしかして宝としてる俺に。幼馴染を財布代わりに使おうとしてる。ええー、じゃねえよ。どうしたそんな突然。汗かいて沈んじゃったじゃん。いや別に、だちょっと気になってな。まあ差し支えなければ購買なんだろう、お菓子買いに行くだけのさ、別に駄菓子を買いに行くわけでもないんだからさね。200円300円はないとお菓子買えないじゃん競技。ああ小銭入れとりあえず、ほんほん小銭入れね。うん、少し手こずりながらも留め金を外し口を開ける。あ、ガマ口タイプってこと。へえ、いや違うか。そしてひっくり返し机の上に中身を出す。うんうんうん、お菓子を買うにはとても足りない2枚の小銭だけだった。11円とか2円とか6円とかそんな感じ。あははじゃないのよ。さすが幼馴染って感じですね。なんでわかったの。汗かな。この汗が全て俺に伝えてくれるんだ。この汗には全て凝縮されてる。さよりは今日お金持ってない、この子今日お金持ってないですよの汗が流れてたから。分かっちゃうんだな幼馴染ってそういうのが。簡単なことさ。もし金を持っているなら物質に来る前にすでに何か買ってきているはず。ああ論理的。そうしないということはつまり今お前は本当に本当は腹が減っていないか散歩する理由を探していたがどちらかということになる。うん、もしくは金を使い果たしたことを都合よく忘れて俺から金を借りるつもりだったから。そしてもう一つ、まだあるんだ。お前はいつも腹が減ってるじゃないか。だから答えは一つしかないんだよ。うわぁほのぼのしてるなぁ。いい学校生活だわ。うん。ああ、分かった分かった。これぐらいにしとこう。うん。まあね、借り落としてたんでしょ。うん。まあ、100円、200円ならって感じするけど、ちょっと高校生にとってね、その金額って、バイトしてないと結構痛かったりするからね。うん、これでさ、さよりがさ、塩のさ、財布の味を覚えると大変じゃん。ねえ、塩今日も買って買ってとかされたら困るじゃないですかね。こういうのは最初でビシッと断っておかないと。ね。うん。親しき中にも礼儀ありですよ。うん。リリーが突然クスクスと笑った。うん、まあ物質だからね。夏希も聞いてんじゃないか。あ、よかった。本見て笑ってたんだ。本読みながら俺らのやりとり聞いて笑ってたのか。どっちなんだろう。どっちなんでしょうか。あ、どうした？どっち？こっちを笑ったのかな？あ、聞いてたんだな。うん、ああ、そうなの。まあ、この際どっちでもいいよ。ああ、高荷に行ったぞ、さよりが。俺はじゃあ夏希と一緒に漫画でも読むかな、今日も。塩にお金貸してくれるように言ってよ。そんなことを友人に頼むな。悩むんじゃない。そう、私をそうやって巻き込むのやめてください。あ、素晴らしい。そうやってスッてね、線を引かないとダメですよ。金の貸し借りは本当に良くないですからね。学生のうちから覚えてはいかんぞ。それに余裕のある範囲で買えるものだけを買うべきですよ。あー、優等生。うん、さらに言えば騙そうだなんて考えていたんですが、因果応報です。あ、いやいやいや、その通りだと思いますよ。うん、いや、そういう意味。いや、もう。さ、何も分かってないでしょ。因果応報って何みたいな顔してるけど。ああ、いや、本に因果応報出てきたのかな。俺好きだよ、因果応報って言葉。うん。笑っちゃったよ。思ったこと言ってくれると私は好きだよ、ゆりちゃん。ああ、よかった。前向きに受け止めてくれたみたいだ。じゃあ、まあ、今日は我慢してね。次のお小遣いの日までね。我慢しなさい、さより。珍しいことだけど、ゆりちゃんの楽しい一面だよ。そんなあなたが思ってるようなことでは。でもそうだよね。私は悪いことしちゃったんだから百花正法だよね。百花正法、百花正法じゃなくて。やっぱり分かってなかった。うん。
あなたからそういう意味が言葉が出てくるとは。私たちはみんな心の中に小さな悪魔を飼ってるということですね。うん。まあ 100% 清廉潔白な人間なんていないですよ。うん、やっぱ人にはね、闇があり光がありって感じですよ。うん、悩みがありね。そうやって人は悩みと向き合いながら成長していくんだぞ、さよりね。うん、いや、いいこと言った俺。って分かってるのかな。騙されるなよ。さゆりは自分のやってること分かってるんだ。うわー、確信犯だ。俺を物質に連れてきた時だって俺に言う前に先にみんなに連れてくるって言ってたしな。うん、でも一番もないよ、さゆり。カップケーキがなかったら来なかっただろうから。あー、まあね、うん、だから作ってもらうのに夏希ちゃんを騙すしかなかったの。あ、夏希ちゃんを騙しちゃった。夏希ちゃんそれ知ってるの？夏希ちゃんは騙されたってこと知ってるのかな。夏希ちゃんいないから大丈夫かな。今日遅れてきてるかな。あ、やば、これ夏希ちゃんからの遠距離射撃じゃないかこれ。あー、多分そうだわ。何投げてきたんだろう。本かな。本投げるって。パシンはでも違うか。鉛筆とかかな。何これ。え、あ、クッキー。あー、まあ食べ物を粗末に扱うので言いたいところだけど、まあ制作者の思いがこもってるからな、そのクッキーには。うん、あ、ラップに包まれてる。ナイスナイスアイディア。うん、だったら食べれるね。これは奇跡。私の行いの陰徳用法は違う。それは多分騙されたことに対して腹を立てた夏希が遠くから怒りを込めて投げてきたんだけど、いかんせん1枚のクッキーだからそんなにダメージがないから、サルにとっては棚からボタムチみたいな、そんな感じでしょ。うん、いやー、夏希出てこないとこれ伝わんねえぞ、サルに。間違ってるというわけでも。あ、意外と笑顔。普通に渡すつもりだったんだけど。あ、聞いてなかったか、大丈夫か。カップケーキについて話してるの聞こえたから、あ、よかった。カップケーキという単語だけしか聞こえなかったようだ。あんたのリアクション面白かった。はは。うん、よかったよかった。うん、お菓子問題も解決じゃん。てか、夏希今日も作ってきてくれたんだね。いい子だね。うん。これで俺のお財布のもね、痛まずに済むよ。手早くラップを剥がし、大きくかぶりついた。すごくおいしい。どんだけ大きいんだ。え、そんな、すぐ飲み込むなって。もっと味わってくれ。突然口を手で覆う。え、もしかしてまずかった。いや、そんなことないだろう。なんか味変してるとか。ね。下噛んだの。どういう勢いで歯を動かしたの。たった一枚のクッキーで大騒ぎしすぎ。嬉しそうだね、夏希。夏希は自分のクッキーを一口かじる。あー、そっちのクッキーも美味しそう。同じじゃないのか。隣の芝ってやつか。味が違うのかな。クッキーはね、あんまり食べないかな、クッキー。本当に最近全然食べないな。強いて言うならやっぱチョコチップクッキーかな。食べ応えがあって、チップが。ね。食ってるって感じがする。クッキーの中でも。食べてみていい？あんた選べる立場だと思ってるの？ああ、やっぱ味が違うんだ。あ、チョコ好きなんだな、月は。あ、そういえばチョコレートで、確かチョコレートでさ、そうそう、チョコレートで飛び跳ねたの夏希だったわ。あ、好きなんだな。うん、私にこのクッキーをくれたのは嬉しいよ。よかったよかった。夏希の後ろから体に手を回す。触るの好きなんだな、さより。クッキーを手にした方の手で夏希はさよりを遠ざけようとする。あ、うわ。何してんの本当に。意地汚すぎるでしょ。うふじゃねえのよ。夏希これは怒ってもいいけど。まあまあ俺らはね、俺らはほほえましいですね。ねえ、潮さんみたいな、いい光景だな、ゆりなってなるところだけど、これは怒っていいんじゃないか。たまに本当に子供っぽいことするんだから。じゃあ、モニカどこ行った？モニカいないね。モニカいない。モニカがいないとなるとまとめ役がいないぞ。どうしよう。今日の部活、潮は見れないのかな？探しに行く？